どうなるのか、ワクワクです。アクシーズファムポエティック横浜ジョイナス店の葵です。YouTube 初めてですごい緊張してるんですけれども、精一杯頑張ります。骨格がナチュラルで、好きな色は紫です。紫が大好きです。インスタとかアンバサダー、スタイリングとかもやってるので、そちらもチェックお願いします。頑張ります。はい。アクシーズファムララポート横浜店の知恵です。私も YouTube は1年ぶりぐらいの、はい、久しぶりに撮るので緊張しておりますが、頑張ります。インスタグラムと、そう、スタイリングも撮らせていただいてて、骨格ストレートになるので、参考にしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ジョイナス店は、シーズハムとポエティックと、かわいい3つの、レベルを使ってまして、はい、カジュアルなものからガーリーなものまで、こんな種類のお洋服があって、選び放題です。店内も広くてすごい見やすいので、ぜひ遊びに来てください。駅直結でアクセスも良好です。初ポエティックです。楽しみ。可愛い感じの、はい、イメージが葵さんはあるので楽しみです。普段は本当にアクシーズファムしかあんまり着ないので、こうフリルとかレースとかちょっと控えめ、はい、なんか丈とかも長いものが今日は白今日は白で合わせて、ちょっとお上品な感じにしてみました。ありがとうございます、はい。なんかそうですね、何回かお会いしたことはあるんですけど、ポエティックを着ていらっしゃるイメージがないので、はい、なんかクラシカルで着やすいポエティックを選ぼうかなと思って。なんかもうこれ感じリボンとかちょっとこれすごい知恵さん着てそうです、はい、これはありかもしれない。かわいいですよね。はい。ちょっと、クラシカルな、ポエティックの中でもちょっとクラシカルな感じなので、これとか似合いそう。似合いそうです。はい。1分!1 分!どうしよう。着てほしいです。セット風なスカートとブラウスもすごく着てほしい。30秒やばい。どうしよう。はい。どうしよう、イメージが。葵さんといえばなんか遊戯王のイメージ。あ、名前出しちゃった、大丈夫ですかね。味わがな雰囲気もなんかあんまりイメージが、はい、同じような感じだったら着てもらいたいし、はい、夏っぽい感じもきっと似合うかなと。はい、葵さんスタイルいいから何でもきっと似合うと思うんですけど。知ってます、はい。どうしよう。かっこいい感じとかも、はい、と何でも着こなしてくれると信じて。着たいのも好きって言ったので、黒っぽも似合いそう。目、はい、とかも好きな紫が入っているので似合いそうかなと。
はい、はい、バッチリです。じゃあ似合うと思うので、はい、葵さんなら。はい、とても似合う。はい、着替えてきましょう。はい。かわいい。かわいい。大人っぽい。大人っぽい。やっぱり何でも似合いますね。いや。新鮮です。新鮮です。自分が一番。ポエティックで可愛くなりすぎず、ちえさんに似合う、はい。なんていうんでしょう、落ち着いた声、大人っぽいポエティックで、ちょっとクラシカルな感じにしてみました。いつも長いのが多いので。はい。なるほど。はい。なんか、スタートの色味が大人っぽい感じなので、はい、そうですよね。はい。はい、上品だなって思いました。ブラウスも、リボンじゃなくて、ちょっとタイで大人っぽい感じにしてみました。うん、重なってるネックレスはやっぱり、はい、いいですよね。いいですよね。美味しそうな。はい。レトロ喫茶シリーズで。お盆欲しい。あ、お盆欲しい。はい、ウェイトレスさんみたいな感じで。お盆持って。はい。はい、まず、紫がちょっと、はい。好きっていうのを、インスタとかで拝見したいので、はい、まず紫は外せないなって思ったのと、はい、あと、やっぱり、なんか、さっき白だったので、はい、ちょっとこう、大人っぽい感じで。はい。ダークな感じで、葵さんを反応していただけたらなと思って、はい。はい。で、なんか、まあ、アクシーズハムはレイヤードスタイルなので、ちょっと、チュールスカートとかも中に重ね着をしてるので、はい、開けて華やかに着ていただいてもいいですし、あとのネックレスも大人気だったと思うんですけど、ベルトと、こういう、ネックレスのシリーズも今、はいはい、ワンピースと、あと、スカート、はい、ステラシリーズで今人気のシリーズなので、はい、ぜひ、人気のものを全部葵さんに着てもらうっていう。はい。でも本当に、スタイルいいので、すごいぴったりだと思います。着てみて。着てみて。紫なので、我ながら紫が似合うなと。似合います。思いました。幸せです。紫に包まれて。ベルトも雑貨も全部紫で選んでくださって。はい。はい、嬉しい。よかったです。はい。クラシカルなテイストを、ファムの方でもそんなに、あんまりこう、普段着たことがなくて、今本当にすごい久しぶりというか、ほぼ始めましたね。はい。でもなんか、やっぱりこの、フリルとか、柄とか、その刺繍とか、やっぱりこのファムらしさがいっぱい詰まってて、もうなんか、着れてよかった。着れてよかった。よかったです。かわいい。かわいい。緊張しました。緊張しました。緊張しました。はい。かなり。バタバタしてた。バタバタして。はい。でもなんかこう撮影していくうちに、ね、だんだん、はい、楽しかったです。楽しかったです。はい、初ポエティックなので。あ、そうですよね。嬉しい。嬉しいです。はい。やっぱり気分上がります、ね。気分上がります。はい。よかったです。またちょっと。お店来たときは、はい、ちょっと着させてもらって、ぜひ来てください。はい。はい、楽しみにしてます。はい。はい。あと、お店に来てください。そういうことですよね。はい、普段はララポート横浜店におりますので、横浜ジョイナス店からほんと20分くらいの距離なんですけど、もしよかったら、チーズハムを取り扱ってる店舗になってます。ぜひ遊びにいらしてください。お待ちしてます。はい、普段はポエティック店舗なので、なんかこの機会いただけて本当に新鮮でした。これ買おうと思います。やった。はい。買おうと思います。可愛いので気に入ったので。はい。可愛くて気に入ったので買おうと思います。はい。今日はありがとうございました。私も基本的にジョイナス店にもう家のようにいるので毎日ジョイナス店にいるのでぜひ遊びに来てください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。